お疲れ様です。皆さんこんばんは。こんばんは。サブ、今日はレッスンがあって眠眠にゃんこです。もうお疲れ様です。もうやばい、マジで美女死んでる。美女死、なんか昨日よりやばいんだけど、昨日はお風呂上がりに配信してすっぴんで、で今日はお風呂上がりじゃない、もうレッスンが終わってそのまんまの姿で配信してるから、美女が終わってる。ごめんなさい、この美女さらして。お疲れ様です。こんばんは。ロコボー結婚してどうありがとう。お疲れ様です。まちゃんプレゼントありがとう。プレゼントたくさんありがとう。嬉しい、マジで。ちょっと自分の美術ちょっと悪すぎて笑けてきたんですけど、気にしないでおこう。なんかさ、引きこもりなんかみたい。いや、来るかなんか引きこもりなんかニートみたいな、なんかわかる、見てほら、でなんかちょっと前髪がちょっと本物感を出してる、引きこもりみたいな、わかる？なんかねな、うん、わかる、なんかちょっと引きこもりみたい。このなんか横毛のなんかちょっと出し方とか、ちょっとしか出さない感じとか、めっちゃ引きこもり、いつも髪だけど超リアル。めっちゃリアルなんだけど、なんかこの前髪のギリギリまで伸ばしてる感じとか、なんか僕がちょっとパッてなって、なんか後ろちょっと汚いみたいな、この色味も。こんばんは、草刈りくさん、雪ありがとう。メガネと、え、ガチでそう、なんか本物すぎる。いや、ちょっとほんと仕方ない、今日はもうレッスンだったんですよ。だからもうボサボサなの。ちょっと今前髪しよっかな、なんか申し訳なくなってきた、このビジで配信するの。こんばんは。いや本物すぎるだろ。前髪だけでもセットするわ。いや、なんか配信する前に前髪がもっとうねってたからストレートにしたんですけど、ストレートにしたら下でなんか逆に前髪がちょっと長いから本物感が出ちゃった。こんばんは、としきくんハートありがとう。ちょっと今手を温めてます。あ、見て、ちょっとマシになったくない、マシになったんだけど、前髪別に中に入れ込んだらマシになった。ん、いいやん、これでいいや、ちょっともうこれでいいや、中に入れたら綺麗になった。うん、こんばんは、草刈りさん、ケンくんハートありがとう。お疲れ様です。今日は月曜日、今日は月曜日か、早いな、もう今週で終わってしまいますね。もう今週で終わっちゃうよ、クリスマス。
クリスマスコンサートももう今週ですよ、早すぎ。やっとクリスマスコンサートのレッスンが始まったと思ったら早すぎる。もう本当にビジュアルやばい。マジで引きこもりなんだけど、引きこもりみたいな美女してる、本当にやばい。ちょっとあさってはなんと YouTube 撮影が入っておりまして、ちゃんとメイクをして状態で配信すると思うんですけど、それ以外の日はちょっとレッスンとかが入っておりまして、ドスッピンレッスンありのボソボソで配信をすることになると思うんで、ちょっとご了承ください。今日はちょっとレッスンありのボソ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 。こんばんは、お疲れ様です。前髪マーシーマシマシマーシー大王さん、ハートありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ルカちゃんハートありがとう、こんばんは。そう、配信前に前髪のやつまっすぐしようと思ったんだけど、ちょっとまっすぐしたんだけど、なんかちょっと巻いてないから引きこもりニートみたいな。パラパラ高く倒れてもまだ止めない、めっちゃ風邪気味。おめでとう誕生日誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてね。いやでも寒いからね、風邪気味になるよ、心配。みんな体調不良になってる。大丈夫か、みんな風邪ひくなよ。お疲れ様です、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です、皆さん。メガネ行き、マジ嬉しいです。なんかでもメガネ変えたいなと思って、なんかこのメガネちょっと飽きてきた。なんかもっとプライベートでも使えそうなメガネが欲しくなってきた。ガチのプライベートでも使えそうなガチメガネが欲しくなってきて、こんばんは。パーパーダダダ、ガチさん雪ありがとう。こんばんは皆さん。今日の夜はちょっと最近できてなかった幽体離脱の練習をしようかなと思ってます。最近幽体離脱の練習ができてないなと思って、だから今日の夜は幽体離脱の練習をしようかなと思ってますね。それが似合ってる、素材付きでもないと思う。ゲチ嬉しい、ありがとうございます確かにこの眼鏡、ね、どうやって本物って言われることが多いかも。メガネも似合ってるし、外で付き問題ない、感想は言うもんしないですね。言ったりやつの練習はしてないですね、最近できてないですね。渋滞離脱、メガネ見えたら好き、公園の時メガエモかった確かに、なんか公園で
メガネでこう出るアイドルなかなかいないと思うんだけど、ちょっとメガネないと踊れないっていう判断でメガネかけて公園出てました。うち悪くない、メガネかけて公園って普通にやばいだろ。でもメガネかけてる私で釣られた方いっぱいいるらしい。なんかいっぱい釣られたんだって。メガネ、メガネ良き、メガネリネタン、いつもリネタンのことを見て何とも思わないのにメガネかけてる姿を見るとドキドキしたってこと、お話をいっぱい聞かされました。なんでやねんって感じですよね。こんばんは。ゆうたいりだつ。ゆうたいりだつ知ってますか？ゆうたいりだつ。ゆうたいりだつの。ガチメガネ、私はもう視力が悪すぎて、コンタクトを忘れてガチメガネ出たんですけど、メガネ公園良かったらしい。でも視力がまた悪くなった気がするので、メガネ交換したいですね。クリスマスの予定ができたかもしれない。そういえば皆さんに。25日私多分普通に仕事？なんか仕事かもってなってて。でも分かんない、まだ予定入ってないから仕事かもしれないし仕事じゃないかもしれないんですけど、どちらにしろ何か入るからクリスマスはじゃあゆっくりできないなって思ってたんですけど、夕方ぐらいからあやぱんと一緒にクリスマスで一緒に過ごすことになりました。そういえば今日嬉しい。やっぱ あやぱんもその日お仕事があるから、そのお仕事のメンバー高崎彩子でお仕事があるらしくって、なんか高崎彩子でそのまま話決まってないけどどっか行くかもしれないってなってたかもしれないけど分かんないみたいなこと言ってて、でもしりねちゃんが、でもりねちゃんとは先に約束してたから、りねちゃんの約束優先するよって言ってくれて、私はマジでクリスマス別に誰かと過ごさなきゃ嫌だみたいな人間ではないので、正直だから別になんかもう年末はやっぱんとして鍋パするし、クリスマス一緒に過ごさなくてもいいかなと思ったら、一人でゆっくりなんか家でクリスマスパーティーやってもいいなとかって思って配信して。そうやって思いよったんやけど、あやぱんがなんか「え全然いいよ」って言ってくれたから、じゃあ行こうってなった。超嬉しい。でもあやぱんに言われた、「もう高崎あや子来れば？」って。高崎あや子入ってくればって言われた、あやぱんに、その日限定で。高崎あや子にサプライズゲットさせてくればって言われたけど、どんなやつか分からんし。そう、ゆういちいいね、ありがとう。高崎あや子ハルルンバラありがとう。夢こんばんは。高崎あや子ありねたんこと絶対歓迎してくれる。いや NG、 私が。でも高崎あや子なんかもうもともとあるユニットに入ろうとは思わないので、歓迎してくれてもちょっと NG ですね。でも嬉しいよ、すごく嬉しいです。なんかでも 3R あるじゃないですか、でリンコが抜けてもうゆきりか入ったらみたいな ゆきりか入ったらみたいな感じになってた。おもろかった。
でも全然あのナビ駅があるけどあれならもう全然入っていいみたいな感じになって、この写真撮った3人で。かずいさんだるまありがとう。やばい本当に美人やばい終わってる。おじゃまるさん雪ありがとうございます。しゅんハートありがとう。アンリネアンリネマジでそう永遠アンリネだよ。アンリネアンリネと言ったらクリスマスの日に一緒にアンナちゃんとクリスマスパーティーをしましたね。配信しながらアンナちゃんと一緒に暮らしてた時にあのアンリネで一緒にクリスマスパーティーをしてました。アンリネと言ったらアンリネこんばんは。池江君は先聞いてこの前リンクはそうそうしてた。何の噂？私マジで全然詳しくない。ゆきりかゆきりかわかんない。何の噂？ちょっと人脈狭め人脈狭すぎてでもわかんない。何の噂なんだろう。もう私以上にファンの方の方が詳しい時あるからちょっと話が通じない時があって本当申し訳ない。こんばんは。そういえば昨日言ってたあの目標をね言いたいと思います。なんか普通にこのまま話してたら今日も目標言い忘れかけるところだったから私がなんか目標ができた、まあ、来年の目標できました。なんか生誕祭の時になんか目標言おうと思ったんですけどなんか出てこなくてだから目標できたので言います。言います。でもまだ明確じゃないからなこういうのをしたいとかっていうのはできた、こういうのをしたいみたいな大まかなやつがあるけど、でも一番今でもなんか3つぐらいある。でもその中の2つに絞るんだったらもう私はもう自分のラジオがしたいです。これかな。もう本当にラジオが欲しい。自分の内海龍のラジオが欲しい。でもこれはあのもうずっと言ってたんですよ。自分のラジオが欲しい。自分のラジオがもうどうしても欲しい。なんかもうみちさんとかにもラジオしてほしいって言われた。なんか結構いろんなメンバーにラジオりえちゃんのラジオをして聞きたいあるのとなって言われることが多いからもうラジオめっちゃしたいんですよ。そう喋るの大好きだしでも深夜ラジオがいいな。昼とかじゃなくてもう深夜ラジオ、もう深夜でもあのやっぱ元気が出るようななんか吹き飛ぶようなぶっ飛んだラジオがしたいです。そうちょっと深夜ラジオをしたいです。私は深夜ラジオがしたいです。うーん一緒にリンと一緒に寝ようみたいな感じのラジオよりかはもうぶっ飛んだみたいなラジオがしたいですね。うん。そうそんなラジオだからもう来年は内海龍へのラジオがしたい。でも私はもうずっとなんかツイッター X のなんかあれなんだってあのあれ
喋る動画のやつずっとしたいって言ってるけど、未だになんか話がもう出てこないから、ちょっともうこれを待ってマネージャーさんにもう一回言ってみます。もう全然もうずっともう1年以上前もう何年前からやって言ってるんだって感じでずっと言ってるけど、もう全然進まないから、もう思い出多分忘れてるから、もう思い出せるためにもう言います。ちょっとラジオしたいで、そうスペースから始めてほしい、そうスペースからやろうかなと思ってるんですよ。もう明確なもうラジオが欲しいっていうしっかりした、やっぱり自分はラジオなんか今まで結構曖昧だったんですよ。なんかラジオしたいし、バラエティも出たいし、もうしたいことがいっぱいすぎて選べなかったんだけど、やっと自分でラジオしたいって明確な目標ができたから、ちょっとツイッタースペースで定期的にやろうかなと思います。でも分かんない、これはマネージャーさんが OK してくれなかったらできないけど、ちょっと行ってみます。私はもうラジオの自分のラジオのようやましいから、まずはやっていきたいですね。そうなんかあのまた相談させてください、皆さん。まあでも1個目はそれかな、目標の。2個目は明日言います。目標の2個目は明日言います。でも今一番したい目標はもうラジオ、自分のラジオが欲しいという目標です。2個目は明日言います。ケン君ハートありがとう。もういいよかな2個目2個目は文章を書くお仕事がしたい。なんかもう本当に自分はお手紙とか書くのも好きだし、なんか文を書くものが好きだから、なんか文章に携わるようなお仕事がしたいです。以上、それぐらいかな目標は。ということで13位から読んでいきます。13位すみとくんありがとう。12位まるふくありがとう。11位まーしーありがとう。10位はるんありがとう。9位ベンジャケタルトありがとう。8位ガッチさんありがとう。7位としきありがとう。6位けんくんありがとう。あともう一個ありますよ。6位けんくんありがとう。5位さゆつさんありがとう。4位ハゼッチありがとう。3位恋してカープありがとう。2位ゆういちくんありがとう。そして1位がドゥルルッパロコポコです。 Thank you ありがとうございました。ありがとうございました。あともう一個は何かプロデュースしたいです。お洋服だったりグッズだったり、なんか自分はプロデュースする側がすごく好きだなと思ったので何かプロデュースしたいです。以上そんな感じです。結構もう配信ギリギリに終わっちゃうから詰め込んじゃったんですけど、もうどうしても私はもうラジオ欲しいっていう目標と、あと文章のお仕事でも自分の中で結構いろいろとまとまってきて、ちょっと決まってきたんですよ。そんな感じです。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。でもやっぱりバラエティに出るって目標も諦めません。諦めない、ない、諦めれない。やっぱバラエティ目指して頑張ってるから、芸人さんともっと関われるようなお仕事、ショートチャレみたいな、すごく楽しかった。もういっぱいがいっぱいある目標が、また一緒に決めましょう。楽しかった。またいっぱい決めましょう。ありがとう。またいっぱい話しましょう。ありがとうございました。